さあ頼むぞ。運命をボールに託して。あ、どうぞ言ってください。一発目ですね。リトライガチャの一発目。中村圭人くん欲しいです。単発でホタル、いいですね。ホタルってでも、どうなんだろうな。やっぱレーザービーム。うん。赤引くんだったら嫌だよ。いや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 、なんだその赤率は。いやでも、リトライガチャだからね。こんなもう、リトライ確定なんですよ、こんな。はいはいはい。お、西部さん。いや、久々じゃねえか。うん。オージェソーク、オーレイ。はい、もう、なくなりました。はい、ガンバのバンディエラじゃなくて、スーパーノはないです。三好さんとか聞いたら微妙な感じになるけどな。嫌ってます。うわ、三好さん引いちった。うわ、ははは。三好さん、ちょっと出て欲しくなかったなぁ。だって、引き直すんだもん。いや、三好さん、ちょっと来んなよと言ったよね、私。いや、三好さん、来て欲しくなかったんだよなぁ。うわぁ、来んなよって言ったじゃねえかよ。いや、三好さん、ちょっと使いたいかあったんだよなぁ。いや、うわ、これどうします？これ。いや、三好さん来んなよって。いやー。これ迷うよね。いや。いや、三好さんすまん。あなたは、85以上で来ると思ってますから、私は。はい。リトライせずに次のも、24時間。あ、これ24時間あんのこれ。じゃあ大丈夫か。このキラー、ここのキラーがさ、三好さんに言ってれば、これはもう確定してたんですよ、三好さん。うん。そこだよな、うん。いや、私だったら引き直すんですよね、ここ。うん。で、次でね、赤引いたら、もう目も当てられませんけど。いやー、これはリトライでしょ。いや、三好さん。そう、85未満で一番熱いのが三好さんなんで、これ来てほしくなかったんですよね。いや、ほんと悪い方、これ引き直して赤引いて何も出ないですよね、これ。よし、引き直します。はい。金旗。ああ、赤だな。いや、私も、確かさ、3回、前回も3回引いて、帰ってきて、三好。三好さん帰ってきて。三好さん帰ってきて。帰ってこい。カムバック。三好さんカムバック。いや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 、これがリトライガチャなんだよな。いや、あなたもさ、スーパーノバでよかったんじゃないか。あれ？スーパーノバ、遠藤さんあるよな、確か。なぜ普通の出てんだよ。寺田さんで元ガンバだよ。ここよ、ここ、次。安西。三好さーん。これがリトライガチャだよ。あばした。これがリトライガチャなんだよな。1.325、1.8 の計算できねえ。めんどくせえ。めんどくせえ。めんどくせえ。いや、もう誰でもいいよ。あ、草で行っちったよ。草で。もう一回目なんか何でも、草で引いたから、これは草みたいな結果だろ、これ。
リトライするボーダーは85じゃない、まあ持ってるせ、なんかもうほとんど多分ねリトライするんですよ、私持ってなければ、持ってる、持ってない選手で来ていいのは佐々木様ぐらいなんですよ、ね、うん、あ、スガちゃん来たわ、え、いや、いやー、なんだもう、清武かー、これはこれはどうなの、いや、清武かぶりなんすよ、いや、でも2枚目だもんなー、清武、いやー、2枚目なんだよ、これまた来たなー、これリトライなの、ここで、これリトライって90出てリトライってやばくないか、うん、みんなリトライな、これいやートップした、まあ、剣豪いるしなぁいや、リトライでしょなんで赤玉から出てんだよな、まず85以上が、いや、これリトライだろ、うん、男はリトライなんだよ、これこれさ、センスつけるまでいけないの、センスつけてセンスつけて微妙だったらリトライみたいなそこまでダメ、そこまでは確定させてくんないの、あのセンスつけるまで生かしてくんないのかな、そうなんすよね、言えない、結構清武さん私は好きなんすけど、うーん、そんなリトライずるい、リトライします、シャララララ、シャララララ、いや別に私セレスト嫌いじゃないですよ、うん、全然好きっすね、セレストは、柿谷さんも好きですし、ラグビーじゃん、お、酒井くんだ、お、すがちゃん、チャンネル登録してくれたら嬉しい、ツイッターフォローもしてくれたら嬉しい、え、ウーウー、ルルル just my type、 声出さい。